はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ジェレミー・ブエンディア、なぜこうなんの。ジェレミー断裂しました。これ本当にね、早い回復を、まあ、祈るばかり。まあ、ジェレミー・ブエンディア自身ですね、まあ、上半身のトレーニングは、まあ、する予定で、足に関してはね、まあ、レッグエクステンションぐらいできるかな、どうかな、みたいな、まあ、そんなコメントを残してはいるんですが、アキレス腱を断裂していたらしいです。これ、衝撃というかさ、今年大丈夫なのかな、ジェレミーって、皆さん思いませんでしたか？ジェレミー・ブエンディア、アキレス腱断裂。まあ、何でどうやって起きたのかという話をすれば、まあ、朝起きて、まあ、ちょっとこう走ろうとしたのかな？ただなんかポンと音が鳴って、なんか嫌な感じしたなと思ったら、それがアキレス腱でパッチンと断裂してしまっていた。まあ、手術を受けるかどうかっていうのは、今の時点だとね、まだ確定してないのかな？どうなんだろうかっていうところではあるんですけれども、まあ、今年ですよ。5度目の優勝を取りに、マジで行くよ。マジで行くよ。5度目の優勝を取りに来るわけですよ。昨年に引き続き、ジェレミー完全にね、火がついております。二人の子供のパパとしても、今年はね、邁進していくわけですよ。そんなところでよ、ジェレミー断裂、これは2018年のオリンピアがね、蘇ってきてしまう。どうしても、ハトクマの頭の中には。皆さんはどうですか？まあ、ジェレミー・ブエンディアですね、2017年に4連覇しました。で、2018年というか、まあ、17年の年末だよね。大胸筋を断裂しちゃったんですね。まあ、そのせいっていうかさ、まあ、でも結局それで手術をね、その時は受けて、やっぱり筋肉量もだいぶ落ちちゃって、だから筋肉のサイズを戻すところからやって、で、減量もやってってた結果、まあ、優勝ならずで、その年はブランドン・ヘンドリクソンがね、これ優勝したんですよ。その時はこれでライアン・テリーとかともね、写真撮ってたりするんです。ちなみにね、若かりし頃のジョーベン・サガバインにポージング教えてたりもしておりました。まあ、この頃からね、もう師弟関係だったんですけど、まさかジェレミーもね、ジョーベンもね、もう、お互い同じステージに立つとは、この時ね、もしかしたら思ってなかったかもしれないけど、まあ、今年もね、おそらくこの二人は同じステージに立つと思いますが、まあ、ジェレミー・ブエンディア、だから、2018年、その断裂して、手術して、まあ、トレーニングできなくて、筋量がだいぶ落ちてっていうのがあったんですよ。で、2024年も、まあ、5年ぐらいブランクがあって、で、そのちょっと前から、まあ、首だ、いろんなところを故障していて、筋肉がもうげっそり落ちちゃって、それをまた戻すっていう、その2018年みたいなことが起きてたんですよ。もちろんね、復帰で8位ってもう何十人も出てる中ですごいんですけど、やっぱジェレミーでっていう風に見た時に、まあ本人もおっしゃってましたが、腹筋周りのコンディションであったりとか、まあ弱点が少し目立ってしまった。で、そこを今年は改善させて、まあ取りに行く。まあずっと同じライバルとして戦っていたライアン・テリーがね、優勝したっていうのもあって、さらにね、火がついたところはあるんじゃないか。それはブランドン・ヘンドリクソンもしかりではございますが、そんなジェレミーだったんだよ。ジェレミーだったんだよ。でも、まあ今回、まあアキレス腱とね、胸なので、それだいぶ違いますが、ただもしその手術をして、トレーニング自体も何かもし長期的にね、休むことになればちょっと不安というところで、もう本当に早い回復を祈りたい。で、まあ、これをきっかけにっていうわけではないんですけれども、まあ、ジェレミーオリンピアにはね、もう決まっているので、無理に大会出るためにじゃあ減量して何か合わせてっていうことを、まあ、しない可能性が、まあ、高まったのかなと。これあくまでハトクマのね、勝手な予想ですけれども。なので、今年はま、ジェレミーがオリンピアの前に、もう一大会くらい出るかもっていうところで、まあ、東京プロに出るかもしれないみたいなね、予想をしておりましたが、そこは見送られてオリンピアに集中。この流れが出来上がったかもしれない。そんな気もしました。まあ、とにもかくにも、やっぱジェレミーせっかく戻ってきたら、まだまだステージにね、本人がこう立つ気でいる限りは見たいじゃないですか。ファンとしては応援したいじゃないですか。なので、もう何度も同じこと言ってますが、今回ジェレミー・ブエンディアアキレス腱断裂っていうね、衝撃ニュースが流れましたが、早い回復をお祈りしております。皆さんも祈りましょう。ということで、お次のニュースは、この男今年勝てるんかい、どうなんだい、ニック・ウォーカー。ニック・ザ・ミュータント・ウォーカー、ニューヨークプロに戻ってまいります。ニック・ウォーカーのプロ初優勝はニューヨークプロ。今年もニューヨークプロに出ます。もう優勝超候補だし、ほぼ優勝するとハトクマは思ってます。 98% は
もうニックウォーカー優勝だろって、まあ、いろんな選手が来ると予想されておりますが、それでも誰が来ようともニックウォーカーが勝つだろうと、まあ、ニューヨークプロっていうね、そのステージ、ファンもね、やっぱり優勝したニックを見に行きたいと思いますし、本人も優勝したね、まあ、大会というので思い入れもあるし、まあ、かなりコンディションも順調、もうコンディションもそうだし、ウエストもさらにタイトに、ね、なったんじゃないかっていう、そのまあ、ニックウォーカーってもともとはマスモンスターですよね。まあ、今もマスモンスターではあるんだけれども、ただちょっとその足の見た目だったりとか、上半身、下半身のバランスであったりとか、ウエスト周りっていうところで指摘される部分がありました。でニックウォーカー自身ですね、まあ、今年に入ってっていうわけではないんですけれども、もうサイズはもうつけるだけつけれた、まあ、これ以上つける必要はないだろうという判断を下して、細かい部分ですね、プロポーションの改善だったりとかメリハリをつけるという部分にフォーカスを当ててきました。まあ、その結果下半身とか改善されたり、あのふくらはぎのね血管が、まあ、これなんか手術したっていうよりはなんだっけ、なんかトレーニングしてたらなんかいつの間にかなくなってたみたいなね、そんな話してましたけれども、ウエストもこのタイトですね。腹筋はね相変わらず強いんですよ。一つ一つのブロックがとんでもなくでかくてね、こんなにでかい腹筋あんのかいって、子供の顔が一個一個ねもう埋まってきそう、もうそれで浮き出てきそう、そんなお腹周りしてるんですけれども、もうこの感じを見る限り、まあ優勝いくだろうなってハトクマは思ってるんですよ。まあデレクランスフォード、ハジチョーパンとかがやってきたら分かんないけど、いやそれでもニック勝つよって思っちゃう。もうオリンピアチャンピオンにね、いち早くなってほしいニックウォーカー。まあそんな彼なんですけれども、なんと今年のオリンピアはまだ決まってません。決まってないんです。なのでまあニューヨークプロとかもどこかしらで優勝しないと、そもそもニックウォーカーオリンピアで見れないんですよ。まあそれでまあ5月18日のニューヨークプロね、おそらくは優勝するだろう。何回も同じことを今日言っちゃってますけどね。すいませんね。まあ優勝するだろうと思ってます。ただ、まあその 1%、2% というか、まあニックウォーカーを倒す可能性のある選手っていうので、まあトニオ・バートンをハトクマは挙げたと思います。サイズ的にね、まあ、にあのちなみにトニオ・バートンは2023年のニューヨークプロのチャンピオンです。なので、まあ、チャンピオンが2人で並びます。ちなみにあのオープンのチャンピオンだからね。でトニオ・バートンはもう昨年からむっちゃサイズアップしてきてるんですよね。でこの前の大会でビタリー・ウゴルニコフを、あのサイズモンスターをですよ、倒してるわけですね。ラファエル・ブランダオに次いで準優勝しました。それは彼の持っているプロポーションとかコンディションもそうなんだけれども、やっぱり昨年からしっかりとサイズをつけてきたことによって、彼の持っている持ち味を使えばその勝てるっていうのを証明しました。それだけサイズをつけてきたわけですね。っていうことは、同じくマスモンスターであるニックウォーカーも危うい可能性がある。そんな風にハトクマは読んでます。まあ、チャンピオン同士の戦いだしね、その去年の時点だって他のオープン、もうこのトニオ・バートンよりもでかい選手たちをみんな倒してきている。どれだけのものを持っている。で、それがサイズもつけてきたというところで、まあ、ちょっとコンディションがですね、まあ、どうなってくるのかっていうのが、まあ、最近のアップデートがあまりないので、わかりませんが、コンディションバッチバチにね、もうケツもうパリッパリまで、もう仕上がってきて、もうクリスピーになっちゃってね、っていうトニオ・バートンが出てくると、ニック・ウォーカーも手放しには喜べないというか、まあ、簡単ではないね、勝負が繰り広げられるのではないかというところで、皆様ぜひね、まあ、ニューヨークプロ、まあ、ニック・ウォーカー、トニオ・バートン以外にも注目選手出ますが、ニック・ウォーカー今年勝てんのかいどうなんだいっていうところね、コメント書いていただければと思います。はい、ということで今日の動画はこちらで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらハトクマチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。またこの動画少しでもよかった、ハトクマ今後の動画もまあ応援してやろうじゃねえか俺がよっていう方いましたら、高評価ボタンのクリックもね、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様バイチャ。